今治花と緑と光の会によるイルミネーション点灯式が6日、港交流センターで開かれました。点灯式では初めに今治花と緑と光の会の藤原勲会長が今治港や市内に彩りを添えたいと挨拶した後、関係者がスイッチを押してイルミネーションを点灯させました。それでは点灯。今治花と緑と光の会では花いっぱい運動や市内の小学校に花の種の配布、イルミネーションツリーの寄贈などを行っているほか、平成12年から毎年市内各所にイルミネーションを飾っています。今年は港交流センターハーバリーの海側に整備されている片原ウッドベースにイルミネーションを設置。ダイヤモンド型の装飾や白い明かりが夜の今治港を幻想的に照らしています。今治花と緑と光の会のイルミネーションはこのほか JR 今治駅前、中央図書館、今治商工会議所、地場産業振興センター、中央公民館、総合福祉センターの市内7カ所に設置されていて、来年1月31日まで楽しむことができます。